本日は12月24日クリスマスイブでございます。自分はね、特に何も予定がないので、ガチマッチをね、いつも通りやっていきたいと思います。まあ、ちなみに今深夜の1時過ぎで、まあ24日になったばっかりと、はい、じゃあ明日特に予定もないので夜更かしガチマッチで明日はゆっくり起きましょう。はい、頑張ります。で、本日使っていく武器はキジ三角デュアルテーパー、こやつをやっていきたい。待って、今4発当たったよね。4回当たってる。なんで知らないの、やば。これがクリスマスイブの呪いですか。はい。はい。で、デュアルスイーパーを使っていきます。疑似三角。無印を使います。まあ、最近はさ、デュアルスイーパー時代使う人減ったけど、なんか使ってる人はこう無印使ってる人の方多いよね。前はカスタムの方が多かったけど。でも、マルミターが強い。アミフラシーが今の環境、なんか微妙だから、やっぱマルミサの方が強いよ。おっと、疑似三角。やっぱ疑似三角発動してちゃんと三角で倒せるとキルタイム早く感じるね。デュアルスイーパーこの武器やっぱ四角だとね、めちゃくちゃキルタイム遅い感じあるけど、三角だとまあそこそこ早いねって感じ。よし、頑張りましょう。敵の編成ちょっとキル寄りなんで、自分待ち、基本的に敵が突っ込んだらこの長射程でぶちのめしていく感じの立ち回りでいきますか。 OK。でもこのクリスマス、あ、でもまだあれか、24日になったばっかの深夜のあれだけど、なんかバリバリ、やばい、ちょっと1枚見せてくれ。なんかバリバリ24日のさ、夜とかにやってる人たちはマジで強そう。絶対強いだろ。よし、じゃあ行きます。とりあえずマルチミサイルマンを貯めたい。マルミサ貯めながら、ただカウントが全然進んでないんで、マルミサでどうにか。オッケー。このハイプレと一緒に、ハイプレマルミサで。オッケー。味方1枚乗ってったんで。前線上げていきたい。前線上げていきたいところさ、味方が強い。これ、うまくか。いや、これは、防衛の実家に戻すよ。ハイプレ撃ってるし。ハイプレ、うまって、やばい。オッケー。味方持ってくれた。ちょっと左のお風呂が厄介だな。どうしようかな。だって、アントリード、こっちから、いやーそのバブル偉いな。オッケー、ナイス。俺特に何もしてないけど、これ何もできないんだよな。そうだ、こういう時な、リアルスイーパーカスタムでスプラッシュボムとかあったら強いけど、これ一回詰める。まあ、これが大事。勇気のツッコミ、これでね、カウント34バチコルト進めるのが大事。オッケー。あれできる人、あれやってくれる人がなかなかいないんだよな、ノアのガチマッチだと。ちゃんと進んでないときは、まあ、あれが大事すぎる。どうしようかな。相手も射程長いから、そんなデュアルの射程を生かせないな。うお、ね、やばい。やばい、お風呂もいる。やれなかった。まあ、一回解散かな、これ。多分もう攻めれないんで。もう一回中央から攻め直し。お風呂やる。ローラーもいた。ラブか。クリスマスイブにそうラブっていうちょっと言葉はアウトじゃないか。でも正直、まあ、正直に言うけど、ぶっちゃけ本当に今はね、いらないかな。うん、そういう彼女とかは強がってるわけじゃないですよ。本当に強がってないですよ、まず。ほんとに。いや、そんなこともないかも。OK、今やる。やばい！どうしよう。どうします？これ。あぶねえ！あぶねえ！なんとか。エイムを合わせることができた。リアルのエイム難しいな、なんか。なんかさ、マニュ、やべえ、なんかやばくね、これ。なんかマニュ系の武器ってさ、普通のシューターはさ、右打ち、右から弾出るんだけど、マニュ系はスライドしちゃって左から弾出るから、その感覚が、ちょっと、てか普通にやばくない？やばーい！それ死んだのまずい。敵のロングがうまい。あ、終わったかも、これ。あ、終わった、ははあー、これ、あー、無理だ！なんでよ、
クリスマスイブなのに。ガチマッチも勝てないって惨めすぎる。さよなら。はい、マッチングいたしました。スメーシーワールドのガチホコバトル。よっしゃ、やっていくぞ。リベンジマッチです。いきます。あ、敵にリッターがいますね。ちょっとリッター厄介だな。こっち射程長い武器がスクイックリンとオデカ一番長いの。ちょいきついっすね。リッター怖っ。オッケー、でかっ。ここ一枚落としたのでかい。やか。やっぱ歩道は職割に限りますな。味方一枚撃っちゃったな。どうしよう。無理か。ね、これ一回リッターに圧かけるけど、やりなさそう。え、待って、待って、もうなんか訳がわからん。マジそれ突っ張ってくんの。待って、この立体やばい。この立体ヤンキーすぎる。そんなパシパシで1対1挑んでこないでよ。帰ると思ったら帰らないで、まさかの挑んできた。うますぎ、うますぎ、うますぎ。この建物はうますぎる。ナイス。マジでうまいや、今の建物。化け物やな。オートエイムなんだけど。いやいや、やっぱりしっかりローラーは、このデュアルスイカも射程化して立てまんないと。相手言うて立体以外も射程勝ってるから、この、中、地味に射程長いメインで、打ち倒していきたい。どうする、どうします、どこがそこにあって、いるな。見えてるぞ、私には。当たらんすぎ。いや、リアルスイーパーの立ち位置全然当たんないのか。ナイス。リッターっぽいのか。一回丸みそ溜めて、いや、これリッターに入れよう。多分リッターに仕事さ、リッターに溜められそうなんで。やりたいこれ。これやれるの。ちょっとリッターやれよ。めっちゃトラップ。さあ、これ射程積んで。やれねえか。スクイック、スクイックがちょっと頑張ってキル狙ってるんで。スクイックの足場をしっかり塗ってあげたい。味方がね、前張ってるときはやっぱ足元塗ってあげるのが大事だよ。やっぱこういう気遣いできる男が、やっぱり、クリスマスはリア充になれるのかな。うん。マジで、そういう、あると思うわ。なんかルール関与とかしっかりする人は、彼氏彼女いる。ルール関与しない人は多分彼氏彼女いません。俺とか、あんま矛とか持たないけど。そういうところかな、俺もしかしたら。違うんだよな。自分ホコ持つより、やだ、ホコ持ったり、できシーンがあったら、ホコ持ちますけどね、俺も。最前線にいつも立つから、ホコ持てるタイミングがないだけであって、一生ホコを持たないわけではない。どうしようかな。いや、これちょっと、いやー、そっちか。いやー、これ読み合い負けたな。右から回ってくるか。まあ、しゃあない。まあ、感度20まで積んだから OK。こちら防衛、んーまあそんなジェットパックあるから、ここのジェットパックは防衛でもかなり強いから、俺がしっかり丸みされここデスしなきゃ多分間違わない。何その保護所、もう嘘、その保護所、あまずい、あ危ねえ、また負けるとこだった。もう負けたくない、僕は。難しい、デュアルスイーパー久々に使ったの超むずい。いや、この武器ね、このデュアルスイーパーが環境武器だったこと、ちょっと練習した時期あったんだけど、ちょっと難しすぎて挫折したんだよな。ちょっと1枚やれるよ。どうする、マルチミサイルが溜まっていく。いや、当たんなすぎ。マジか、当たんないのか、今の。やばいんだって、このローラー、ほんとに。このローラーの縦振りのエイムやばいんだけど、ほんとに。うますぎる。オートエイム。見事、あの、縦振りのさ、ゴニャンってなり方がもう、マジで当てれる人の当て方だわ。これ、ナイス。ここだけやって。これはちょっと射程取って味方やってくれる。リッターだけだ。これどこに行って。リッター怖いです。リッターさんどこですか、なんか、飛んできた。維持参加と、それを取っていく。オッケー。これは勝ったか。これはほぼ勝ち確ですね。こっから負けたらもう、やばいよ。
こっから負けたらもう一生彼女できないですけどね。今後の人生。OK。よし。もうこれほぼ勝ちたく。これほぼ笑せなきゃ勝ちたく。さあ、ローラー、あ、ローラーのなんか対処の仕方分かったかも。あえて顔出して、こう来たら、倒しに来たら避ける、みたいな。ローラーって意外に振った後の隙でかいから、振った後の隙利用して、射程外、相手の射程外まで引いて、射程トゥーンする。これだな。ちょっとローラーの対処方法を一つまた学んだわ。ナイス。はい、マッチングいたしました。アロワナモールの、ガチホコバトル。よっしゃ、行くぞー。はい、ここはもう超射程ステージなんで、ちょっと頑張りたいですね。いつもローラーとか、反射性武器持って本当にきついから。でも、デュアルクリーパーもここ、射程足んないよな、正直。まあでも頑張るか。丸み触るし、なんとかなる。でも、シャックに出てきたんだよ。先手くれて、ラピやる。オッケー、ラピッドブラスターをやっていく。やっていく!やだ。ここがめちゃくちゃ狙われてる。おっと、肘三角が発動していく。そしてあいつに丸みさを入れていく。やりたい。ナイス。丸みさが強い。あと敵どこいるかわからない。いた。これやりたい。やりたい。やれない。まずいです、これは。1対1の対面。お前誰だー。熱い男の対マンしてるときに、なんかパブロが邪魔してきた。進みそうだったけど、いや、これ。正直これ進むと思ったけど、ここ誰も持ちませんでしたね。やっぱりこんなクリスマスイブに、クリスマスイブにこのリア充になれない人たちはルール解除しないのかもしれない。俺みたいにこういうところんだよね。ルール解除意識高めないといけないかもしれない。ルール解除できる男はやっぱりこの時期ちゃんと彼女を作ってるから。オッケー、やれないか。ナイス。オッケー、身落ち掴みたい。ナイス。オッケー、これ詰めんじゃないか。任せていいか。おお、持ってくる。さすがです。これやりきるけど、これちょっと見るやつ。ナイス。オッケー、これ左高に入れよう。で、ホコが真ん中へ来てるんで。オーケー、やる。どこだ、これ、ホコ進みさせたい。上か。ここだ。オーケー、吐かせる。オーケー、15、でかーい。オーケー、ホコ任せていいか。俺、前出る。持ってくれ。あ、持ってないか。やべ、これが、俺もう終わったわ。終わりでーす。来た。オッケー、でも15は悪くない。アロワナの15はでかい。アロワナモールはね、もういかに最初にカウント大きく決めたからかな。なんか防衛体制の、防衛体制に入ったら、もうなかなかカウント進め、カウント取られることないからな。で、ただ相手攻め系なんので、注意して。オッケー、オッケー、もう1枚いる。強い。あ、ここやるか。ここやる、オッケー。そしたらこっちに、レッツラゴー。痛い。いや、これ、HD と見合わなきゃダメか。オッケー。これ時間稼ぎしよう。まあ、あとは、残り2分耐えれば勝ちなんで、時間稼ぎするムーブをしたいけど、俺へのヘッドやば!どんだけ俺のこと好きなんだよ。どうしようかな。右つ、あ、やばい、見落ちした。ちょっとここデスできないな。デスできないんで、ちょっと味方の復帰を確実に待ちたい。死なない程度にあったから。 OK、 できないで。 OK、 うわー、今のディアル使いっぽかったぞ。今の動きスライドを駆使して。どこだ、なんかいるな、これ。ちょ、どうしよう、これなんかパブロがずっと、めんどくさい動きしてる。ずっと、自陣で固まってる。やりたい。
オッケー、オッケー、タブでやったらでかい。うわっ、おー強い、疑似三角めっちゃ強、最強じゃん疑似三角。今の対面勝てるの熱いな。リアルスイーパーもまだまだあれだね、まあ、弱体化入って使う人減ったけど、全然まだまだ強い武器であるよ。弱い武器ではないとして。オッケー、アーマーだけ割って。やべ、こっち来そうだな。来んのそれ。え、それやるわ。まあ、相手もまあ時間ないからな。まあ、来るしかないか。オッケー、身落ちだ。これ右ツール俺ずっといればもう、負けないんだね。気づいてしまった、これ。いや、正面から全員倒されたらワンチャン負けんのか。で、こっち見るか。え、でも身落ちしてんな。怖いぞ。丸みさちょっと貯めたい。丸みさ貯めて確実に防衛したい。なんかちょっと来た。あれ、持たないの？オッケー。はい、ということで、今回は疑似三角デュアルスイーパーを使いました。はい、ということで今日はね、クリスマスイブってことなんで、皆さん、良いクリスマスをね、お過ごしください。メリークリスマス。それでは、さよなら。